だとかああしなさいこうしなさいって言われるのがすごい嫌なタイプだったんですね、うん、それが嫌だったんで下にはしたくないなと思って、こいつなんかほんまに舞台のギャラを持てるのと同じぐらいおごってもらってるの。お金かかりますねいやかかるやろ、かかりますね。やっぱ後輩といえどもやっぱ人間なんでやっぱ時間をかけないとダメだなと思ってはいるんですけどね。ほんでね、こいつずっと研究しててんで滝沢のことを。え、なん、し、知らんやん。いや知らないです。ちょっとこの人ちゃうな思って経営学の本読んでんて。なんでこの人経営学、うん、偉人の経営学の本読んでんて。本だらすごい